いよいよ今年も始まります XJEL OK ジャンプシリーズ。毎年きら星のような才能を輩出してきたこのシリーズ、今年は一体誰が主役になるんでしょうか。さあ XJEL の旗とポロスの旗が、もとい傘がですね今しまわれまして、ドライバーがヘルメットをかぶり出しました。2021年は野村雄斗、2022年は加藤大斗と世界に羽ばたくドライバーが出てまいりました。この XJEL OK チャンプ、今シーズンの開幕戦は17台のエントリーということになりましたが、先ほどの KT チャンプが90年代から現役に至るまで幅広い年齢層のドライバーに出場していただいているというのに対しまして、こちら XJEL OK チャンプは現在現役でレースを戦っているドライバーたちが頂点を目指して出場してきた、そんなレースとなっております。 OK のエンジンを、そして普段はドライバーによっては履くこともないでしょう、まあ大方のドライバー履くことないでしょう、横浜タイヤのプライムコンパウンド、正直言ってこの OK のパワーを受け止めるにはプライムコンパウンドではなかなか大変、これをうまくですねすり合わせて最後まで走り切り、そしてレース2まで持たせ切りといったところ、このあたりがですねまたあの KT なんかとは違うドライバーの腕が要求されるところです。さあエンジンパワーとタイヤのパフォーマンスとドライバーの腕との勝負になります。XJEL OK チャンプ、まもなく決勝1レースがスタートしようとしております。それではスタートに先立ちましてスターティンググリッドをご紹介してまいりましょう。ポールポジションはカーナンバー27番 K スピードウィン菊池隆博、先ほどチェックを受けた段階では鈴木時也だったんですけれども幻になりました。なんと47秒台をマークしていたということで、菊池隆博がポールからのスタートとなりました。タイムは47秒970、去年は FS125 の全日本に出ていて、そして光る速さを見せていました菊池隆博、いきなり大舞台でのポールシッターです。続いてセカンドスタートになりましたカーナンバー7番、同じく K スピードウィン鈴木時也、タイムは48秒020、その差 0.05 秒、同じ K スピードウィンのチームで菊池か鈴木か、もちろん鈴木の方が先輩で全日本でも優勝歴がありますが、その鈴木にとっても久しぶりのですね前からのスタートということになります。続いて3番グリッドカーナンバー22番、エナジージャパンどうぞの衆、エナジーのカラーリングです。OK、去年の全日本ではランキング6位、スゴー大会で勝ってます。3番手からのスタート。4番グリッドカーナンバー3番、高木プランニングからは、アサヒターボ。押しも押されもしないトップドライバーの一人、アサヒターボ。さあ、この前のですね、若手たちをどのように料理をしていくんでしょうか。5番グリッドにはカーナンバー32番です。モモックスカートレーシング、岸富士。この OK をどんな風に戦っていくのか注目されるドライバーの一人ですよね。マックスカテゴリーでは日本代表となり世界大会行く実力を持っている騎士ですが、さあどんな風にこの OK のパワーを操ってくれるのか楽しみです。6番グリッドはカーナンバー4番高木プランニング落合レオン、125クラスなどではイケイケで、まあ、ジュニアの頃からイケイケで皆さんよくご存知かと思いますけれども、本格的に OK 参戦となります。以上がトップ6です。以下7番グリッドカーナンバー11番、 BBR ティームエフェガーラ今年から4輪野沢優斗、8番グリッドカーナンバー89番、ポノスヒロテックスレーシング、去年 OK でも優勝しましたデビューウィンでした熊谷健太、9番グリッドカーナンバー33番ローザドラゴコルセ、練習走行段階ではトップタイムだったという三村壮太郎、10番グリッドカーナンバー23番プロリッサモータースポーツ森田心、さあローリング開始です。11番
去年から連続参戦してくれています GT ドライバーももこカートレーシング安田ひろのが12番最初カーナンバー58番キーメイマティ鈴木優太、13番グリッド55番 K スピードウィン藤井翔太、14番グリッド18番ティームエフェガーラ五十嵐文太郎、15番グリッド101番ティームエマティ中井春人、16番グリッド67番グリテックモータースポーツ田中輝久、17番グリッド38番ティームレゴリス成宮修馬、以上の17台です。さあ最終コーナーから菊池、さあこの1周はウォームアップです。早いですね、やっぱりこの大きいスラッシュの速さ、先ほどのケンティーと比べるともう一目瞭然という感じがいたします。47秒台ですよね。さてタイムトライアルの結果でこのスターティンググリッド組まれておりますが、ここまでの特徴をお伝えしておきましょう。それは昨日の練習走行で速かったドライバーが沈んでいるということです。例えば昨日はトップに近いタイム、あるいはトップタイムを叩き出していたという三村壮太郎、タイトラで引っかかってしまったということでコンマ2秒ぐらいロスったんでしょう。9番手からのスタート。また昨日のですね、練習走行の段階では早いと目されていました鈴木優太も、本人曰くにはただ単にタイムが出なかったんです、なんでかなみたいな顔してましたが、こちらは12番手からのスタートということになっています。さあちょっと各ドライバー思ってたのと違うという状況になっているようですが、周回数20周どんな戦いになるか、オーブストレート入ってきましたがまだスタートは切られません。ローリングスピードが結構ね乗ってましたのでね、まあフロントローが菊池と鈴木だからもう分からなくもないという感じですね。若手で OK これからという菊池と、その菊池には絶対出遅れたくないと思ってそのペースについていく鈴木と、そり早くもなるわという感じです。鈴木時矢は荒らしますよって言ってました。あの時矢らしい走りが炸裂してくれるんじゃないかと思いますし、菊池貴博は他の OK ドライバーとは違ってタイヤを温存するというよりはもうイケイケでこの OK のパワーをねぶっ放してくるでしょうからね、まあ、特に序盤スタートご注目いただきたいと思います。さあもちろん3番手堂園は去年欠場がなければチャンピオン争いをしていたのは確実と言われる逸材、4番手朝日ターボが去年の OK ジャンプでも加藤大とのトップ争いを繰り広げました。さあこの横浜のプライムコンパウンドのタイヤをどんな風に使っていくのか、スタート、鈴木時矢いいスタートだ、鈴木時矢が入っていく、ホールショットは2番手スタート鈴木時矢、菊池貴博若干で遅れたか。さあトップは鈴木時矢、2番手にはカラーリング的にはどうぞの周が上がっているか、そして3番手4番手あたりも入れ替わっていそうです。さあ後方まで大きな混乱はなさそうです。オープニングラップ下り 25R、 鈴木の後ろはどうぞの、その後ろに菊池、さあそして4番手なんですがここに岸富士が上がってきました。4番手岸富士、そして5番手にこれは朝日ターボか、6番手争いはサイドバイサイドだ、前に上がってきたのはカーナンバー89番熊谷健太、熊谷2ポジションを上げてきました。最終コーナーから立ち上がってきた熊谷の後ろは落合、そして三村、江澤彦の後ろは森田心、五十嵐鈴木野沢中井安田と続いています。さらに藤井翔太です。ここまでは15番手までということになっておりますが、さああっという間にオープニングラップが終わりまして先頭は S 字です。鈴木時矢はこのポジション譲りたくないでしょうが、後ろからどうぞの周が来ています。まあ、これは結構予想されていたと思うんですけどね。3番手の菊池はこれどう動いていくか、4番手にカーナンバー32番の岸富士というこの若手イケイケドライバーたちの動きは、その後ろにつけている5番手の朝日ターボにとっては読めないと思うので、この辺りが難しいですよね。そして6番手には熊谷健太、7番手には落合レオンというところで、その後ろにベテラン三村壮
太郎です。三浦翔太郎は練習走行の時の速さが出せればかなり上がっていけるんじゃないかと思うんですが、タイムトライアルの引っかかったっていうのが辛いですね。さあ上がっていくことができるんでしょうか。トップ集団は8台その三浦翔太郎までということになっております。9番手は少し離れまして森田心がキープ。10番手の五十嵐文太郎に対しまして今ヘアピンで仕掛けていったけれどもダメージだったのが鈴木優太でしょうか。いやこれは中井ホルトが上がってきた、中井ホルトが上がってきた。その後ろが鈴木優太だ。その後ろに安田博信、そして藤井翔太、田中俊一が成宮柊磨と続いています。ここはあっと1コーナーちょっと仕掛けたけれども引っかかってしまって逆にスピードが失速したところで少し追い込まれたドライバーがいる。その前の争いがすごい。3コーナーへの進入、安田博信がポジションを上げたか、安田博信がポジションを上げたでしょうか。後方でも激しいバトルが起こっています。さあ先頭鈴木トキアの後ろには堂園柊が、そしてボールシッターであった菊池隆弘が近づいています。4番手の岸宮司はちょっと前から離れたところですがまだまだ分からない。最終コーナーのところではトップ3がまた近づきました。4番手岸の後ろには朝日さんの長い熊谷堀さんが上がってきています。3番手と4番手との間に少しタイムギャップができました。さあそしてトップ2は鈴木トキアの後ろから堂園柊です。堂園柊は去年ルーキーとして素晴らしい走りを見せました。その前の年にブイブイ言わせていたのは前を行く鈴木トキア。去年はダンロップ陣営に移籍しましてちょっと後方で苦しんでいたという経緯もありますけれども、鈴木トキアも堂園柊もいずれ劣らぬセンスの持ち主。さあこの2人の直接対決と、そしてその後ろから新たな才能菊池隆弘が入ってくる。1コーナーのところトップ3がかなり接近をして5周終了しております。少し離れまして4番に岸、5番に朝日、その後ろ落合と熊谷なんですが、この辺りがですね朝日ターボに結構プレッシャーかけてるんじゃないかというところですね。朝日ターボの後ろに落合、そして熊谷、さらに三村壮太郎。さあ三村壮太郎がヘアピン飛び込んだ。熊谷健太のイン側飛び込みましてワンポジションを上げました。レースは序盤から中盤に入っていきます。まもなく6周終了。トップの鈴木に対して2番手堂園はこんな序盤からグイグイ仕掛けていくとは思えないんですが、まあ、でもそれはね OK クラスだったら絶対こんなところで仕掛けてタイヤ使ったりしないんですけれども、前方の OK とこの OK チャンプというところでは使用タイヤが違います。ドライブコンパウンドはね OK ドライバーが思ってるよりも持つんです。だからOK のね全日本を走ってる時のようにグッと我慢してるとそんなことを考えもしない125クラスのドライバーがブン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 後ろから来てで前走ると、去年もなんかそんな展開が多かったですよね。逆に OK 慣れしてしまっているとタイヤに対しての感覚が保守的になってしまうというような指摘もありました。じゃあこの鈴木トキアと堂園柊はどういくでしょう。現在のラップタイムは48秒0。さあここで三村壮太郎が47秒945、路面温度がちょっと上がってきてタイヤの食いつき良くなってきているでしょうか。タイムトライアルよりもタイムを伸ばしてきました。タイトルの時のトップタイム菊池は47秒97、現在三村壮太郎は47秒94です。さあ三村壮太郎が調子を上げてきた。1台また1台とパスしていく姿が見えるかもしれない。トップ集団は最終セクションへと立ち進んでいきます。さあ三村の前で5番手6番手の争いでちょっと接近しました。朝日さんの後ろから落合レオンだ、落合レオンだ、落合レオン、1コーナー入っていきました。ワンポジションのアップ5番手に浮上。さあ落合の後ろが朝日さんと三村壮太郎という2人になりました。
と去年全日本の OK クラスがマルチメイク終了ということで引退かもとささやかれていました。佐々木大輝、朝日とも三村壮太郎の3人でしたが、朝日と三村はここでまたバトルを見せてくれている。やぴゃー、堂々の州のバトルは依然として鈴木時矢が先頭、3番手の菊池は後ろが気になる状況になってきましたね。後ろに岸富士がいます。そして5番手の落合レオンまでが第一集団となりました。さっきここにね、三村と川崎がいたんですけれども、ね、そしてですね、6番手なんですが、熊谷健太が単独となっています。森田心が監督、森田心はカーナンバー23番ですね、健康のヘルメットをかぶっています。そして8番手に野沢優斗が、こちらも単独投稿で上がってきました。前には誰もいません。47秒917のファスティストをマークしています。さあ3コーナーのあたりでは、後ろの集団でもこの集団のトップ争いが繰り広げられておりますが、ここは中井あたりのバトルでしょうかね。中井、鈴木、そしてドロップしてしまいました朝日ターボラがバトルをしていまして、11番手争いがヘアピンから立ち上がってきたところです。トップ争いは5台、そしてその後ろ6番手、7番手、8番手は監督、9番手、10番手争いは柳井文太郎と三村壮太郎。これは早さ的に三村、先ほどのマシンにダメージがなければですね、五十嵐文太郎を守らずかわすんじゃないかと思われます。現在3コーナーへと向かっております。さあそして周回数は12周目に入っていますが、ペースがどんどん上がってきています。落合レオンがファーストストをマークしました。現在5番手。さあ先ほど下り 25R のところで岸風士後ろにググッと近づいていきました。落合レオンですが、そろそろ岸に仕掛けるかな、どうかな。この辺はバックスカテゴリーで顔を合わせているおなじみのメンバー、お互いの手の内は知ってるけれども OK だったらどうなのかというのは分からない、そんな状況ですね。3番手岸に高見ろですが、決して落体的に遅いというわけではないんですけども、前の2人を見てわずかに菊池よりも速いタイムを出しておりますので、ちょっと2番と3番との間に隙間ができたように見えます。さあそして赤ナンバー98番の安田博信がレースを終えてリタイアしました。今ピットロードから車検場へとマシンを進めて、ここでレース1リタイアです。レースは後半に入っています。帰ってきますと13周終了、残り周回数はでもまだ7周。このトップ5のドライバーのうち誰が勝つのか全く分かりません。なぜならば全員がイケイケだからです。でこの中で比較的いつも落ち着いて走るなというイメージがあるのは道後の州、あとは福井県の風呂もそんなバリバリバトルするというようなイメージではないんですが、鈴木時矢、岸富士、落合レオンといったらもうね、皆さんマニアの方はご存知かと思いますけれども、アグレッシブな走りが新庄の絶対に最後まで諦めないドライバーたちです。速さはある、この後どうなっていくか。さあ鈴木時矢は何としても逃げたいところですが、そこに堂々の州がついていけるかどうかです。鈴木時矢のパッケージは K スピードウィンのチームです。トニーカードの DM、 ロードの州はエナジージャパンのチームで、エナジーカードと DM のパッケージ。さあここでまた鈴木とボックスが近づいて、3番手との間に隙間ができています。下り 25R、タイヤのタレはね、
このメンバーに関して言えば、特にトップ2に関して言えば全く気にすることはないと思います。もちろん持たせながらレース2のことを考えながら走らなくてはいけないのですが、普段もっともっとね、寿命の短いスペシャルコンパクトのタイヤで走ってきたドライバーですから、むしろこのタイヤの性能を恐れずに引き出してフルプッシュでいけるかどうかというところです。実はこの辺に関して言えば、ポールシンナーの鈴木時矢は最後までフルプッシュでいきますというふうに言っていましたからね、どうぞの週はそこにしっかりついていきたいと思いますが、さあ、ともに東地域で育ってきたドライバーです。最高峰カテゴリーにステップアップをするのは鈴木時矢の方が一歩早かった、そんな2人。さあ、どうぞの週に関して、おー、最終コーナーめっちゃ接近、トップ2かなり接近しました。どうぞの週、今のはブレーキングを遅らせたのか、それとも旋回が良かったのか、いや、多分前者ですね、ブレーキングのタイミングでグググググって寄っていきましたから、あれぐらい遅らせても、どうぞの週はしっかりと旋回まで立ち上がってこれるということです。鈴木時矢がスピードを落とすということはないと思うんですけれども、いや、やっぱりどうぞの速いですね。ファーストテストをマークしました、47秒90。どうぞの週のペースがこの終盤に来て上がってきた。残り周回数は3周半。さあ、トップ2のこれ直接対決になりますよ。3番手以降も自己ベストはマークしてるんですけれども、トップ2のタイムにはちょっと追いつけなさそうだ。残り3周。いやいや、しかし菊池貴弘もトップ2と同じくらいのタイムを出した。4番手以降は自分に見えた。いや、落合優もいい感じだ。しかしこのトップ2、ここが最後のバトルになりそうだ。で、ファイナルラップよりも先に堂々が仕掛けたとしたら、後ろが近づいてきます。ファイナルラップで仕掛けてとなると一騎打ちになると思います。さあ、皆さんはどう動くと思いますか。鍵は2番手の堂々の周が握っています。もちろんトップの鈴木時矢はフルプッシュで逃げたい、最後タイヤ使い切ってもいいから逃げてやるぐらいになってるんじゃないかと思いますが、最終コーナーから立ち上がってきた鈴木時矢のラップタイムは48秒0。堂々はもちろん一緒、おー、落合レオンがファーストテスト、4番手落合レオンファーストテストが47秒7。菊池貴弘も47秒8と、3番手4番手まだ離れない。そしてチャンスコーナー、どうだ、ここでは入れ替わりません。さあ、3番手4番手が近づいた、3番手4番手が近づいた。岸富士は離れてしまいました。5番手岸は離れた、6番手熊谷は単独のまま、その後ろも3台単独。さあ、いよいよですね、レースはファイナルラップへと突入していきます。鈴木時矢の、おー、そして落合レオン最終コーナー飛び込んだな。菊池貴弘がクロスを取った。そして打ち所の1コーナーでのバトル、どうだ、落合インサイド、3番手4番手争い、落合がインサイド。そして2コーナーのところでは、どうぞの週、2コーナーでどうぞの週トップ。さあ、時矢はどうする、時矢はどうする、あー、ちょっと離れたか。そして3番手4番手がやってもうた、この2人やらかしました。落合はまだコースに戻れません。さあ、そしてそのまま止まるか、そのまま止まってしまいました落合レオンです。最終ラップ1コーナーから2コーナー取っていきましたが、カーナンバー22番堂々の周、2番手鈴木時矢、3番手はゴッツァンゲスの岸富士、4番手に熊谷健太、5番手野沢優斗、6番手森田心、岸貴弘は7番手までトラップ。同じくアクシデントがありました三村幸太郎は8番手フィニッシュ、9番手五十嵐文太郎、10番手鈴木優太でした。激しいバトルとなりました。 OK、ちょっとバトルが激しかったのでまだ分かりませんよ皆様、フロントベアリングペナルティがありますからね。堂々の鈴木に関しては、ほとんど
バトルがなかった、あの1コーナーから2コーナーで、ね、2コーナーちょっと放送席からブラインドなので接触があってもちょっと見えないんですが、ここぐらいのバトルだったんですけど、その後ろはですね、序盤から中盤でバトルしてますので、フロントフェアリング無事であればいいんですけどね。